人とも、ハクスルジョージのおうちビストロです。簡単で美味しくて、おうち飲みがさらに楽しくなるようなおつまみを今日も紹介していきます。今回もですね、全国各地の漁師さんが今一番食べてほしい旬の魚を紹介するプライドフィッシュとのコラボ会です。今回のプライドフィッシュはこちらです。徳島県のボウゼですね。可愛らしいですよね。なんか何に似てるんだろう。俺いや、冗談はさておき、じゃあ担当の方の手紙読みます。今回お届けしたのは徳島県のプライドフィッシュボウゼです。正式名イボダイと呼ばれるこの魚は、夏から秋のお祭りの時期に漁獲されます。そのため県民からは祭りの魚というイメージも強い魚です。ボウゼは高級魚ではありませんが、身近な魚として県民に親しまれており、押し寿司はとても人気があります。上品な脂肪がまろやかな甘みを伊豆市出し、一緒に合わせた徳島名産のすだちや柚子の香りはさらにそれを引き立てます。また稚魚は毒のあるクラゲの中に身を隠し大きくなり、成長するとクラゲを餌にすることからクラゲウオとも呼ばれてます。秋の食卓に欠かせない美味しい徳島のプライドフィッシュ、美味しいおつまみに仕上げてもらえると幸いです。このボウゼを使ってですね、今回はボウゼのバルティーヌ、もずくのスープというのを作っていきます。バルティーヌっていうのはフランス料理で、基本的にこう巻いたものを刺すことが多いです。フランス料理だと、まあ主に今回は魚なんですけど、お肉で、鶏肉とか、ウサギのお肉とか何でもそうなんですけど、こう開いて中に詰め物をして巻くっていう料理が多くて、そういうのをバロティーヌって呼んだりします。それの魚版ですね。材料紹介いきます。イカ、エビ、ホタテです。で、セミドライトマト、あとはバジル、ここらが、詰め物に使うものですね。あとはスープに入れるもずくと、あと、チキンコンソメ、市販のもので大丈夫です。早速このボウゼさばいていきます。軽くぬめりとかは取って、鱗もあるんで外します。もうね、頭外さないでそのままいっちゃおうかな。あんまないっすね、これぐらい小さい魚。最近ちょっとメニューで小肌使ってるんで、まあ小肌は結構ちっちゃいからあれですけど、なかなかないっすよね、こういうサイズ。お寿司屋さんとかでもない限り。あ、でも和食屋さんは結構あんのかな、わかんないけど。大きい魚はね、調理場だったら全然何の苦でもないですけどね、作業するスペースがあるんで、まあ、家だとこれぐらいの方がねいいっすよね。じゃあこんな感じですね。中に詰め物をするバジルと、あとドライトマトですね、これをカットしていきます。ドライトマトはなんかハサミの方が良さそう。こんな感じで、あのエビとかイカとかホタテみたいにザクザクっとカットします。それこそしっかりと乾燥させた完全なるドライトマトだったり、少しこうまだ湿ってるようなセミドライ、あ、でも大きく分けたらそういう感じだと思いますけどね。あとはトマトの種類なんで、僕はよくね、あのミニトマトでやったりしますね。ミニトマトのでセミドライにするとね、美味しいんですよね。マイクロトマトとかも使いますし、マイクロトマト完全にこうドライトマトにしてソースに入れたりします。次はバジルですね。刻んでいきましょう。バジルもね、これすごい好きっていう方はたくさん入れて大丈夫ですから。バジルの香りってやっぱね、いい香りしますもんね。これも細かく刻んでおきます。こんな感じですね。今日これボウルに入れちゃいましょうか。もうあらかじめ刻んでおいたイカとエビとホタテもここに混ぜます。で、オリーブオイル、あとは塩。塩はまあ軽く、ドライトマトもあの塩味とかもあるんで塩加減にはちょっと気をつけましょう。あとは、白胡椒も。これで混ぜていきます。
ちょっとね、粘りが出るぐらいまでしっかり練ってください。はい、この後は棒銭に包んでいって火を入れるんでね、ちょっと軽くお先いただきます。この場で飲んでるの僕だけなんで、一応こう礼儀としてお先いただきます。お先にすみません。冷えてるとやっぱいいですね。夏はね、ガンガンに冷やして飲むのをおすすめします。これこのラップの上で小骨がねいますからね。でもなんかお寿司とかで出てきてもちょうどいいサイズですよね。あの押し寿司っておっしゃってたんで、こんなもんすかね。大量にやるとちょっと不安だから。で、この上からかぶせてこれを丸めていきます。キューッと。これは魚左右逆でやった方がいいのは、そうしないと両方同じ向きにしちゃうと、こっち側だけすごい身が厚くて、こっち側だけ身がすごい薄いみたいになっちゃうんで、頭と尻尾それぞれ逆で交差させると厚さが均一になるかなっていう、まあ僕のやり方です、これは。であとはこうぐるぐるぐるっと巻いて縛って止めましょう。しっかりとねギュッと縛った方がいいですね、丸の形状をキープするために。でこのラップのこの長さ、こんな長い必要ないんで、いらない部分をこうチョキチョキ切って、こんな感じで出来上がったんで、これをジップロック入れていきます。ジップロックじゃないですけど、これでいきます。 IKEA でこのままこの後お湯の中で火を入れていくんで、真空状態にしますね。水の中で圧をかけて、それで真空状態にします。ある程度真空状態にしないとあの浮いてきちゃうんですよね、お湯入れた時に。はい、じゃあ沸いたのでこの中入れていきます。あんま浮いてこないと思いますけど、まあ、万が一でも浮かないようにボールで押さえておきます。はい、浮いてきちゃうとあのお湯に浸かってない部分とか出て火入れにねムラが出ちゃうんで、こういうような感じの、まあ一応念のため丁寧な仕事しておきます。ここで蓋して優しい温度で15分から20分ぐらい火入れです。アメリカの大統領選もよくニュースになってますが、もしジョージさんが総理大臣で、食に関する政策を打ち出せるとして、どんなことを実現したいですか。私なら例えば食品ロスをなくすため食べ残し税を導入、町内で畑を作り自給自足率を増やす、こういうのもあるんですけど、もっとぶっ飛んだマニフェストでもいいのでぜひ聞かせてください。どっちかっていうと自給自足率ですかね。ちょっと前にマックの L サイズのポテトが注文できないっていう状況になって、なんかアメリカの方で芋が不作だったんですかね。 L サイズのポテトすら頼めなくなるんだっていう、ちょっとね恐怖はありましたよね。今回もほら台風が来るってなって、なんか結構みんなお米注文したりするじゃないですか。でなんか米不足じゃないけど、お米が一時的にちょっとなくなるところもあったりとか、そうなった時になんか 食材がやたら値上がりした時って、それこそ日本ってあんま自給しないから輸入だから輸入の金額が上がったらみたいな、怖いっすよね。真面目な話になっちゃった。だからまあ自分の身は自分で守れるようにした方がいいですよね。僕もちょっとそろそろ畑やろうかと思います。はい、総理大臣になって畑を始めます。自分のためだけに。はい、じゃあ時間になったんでいけますね。はいはい、これをここで休ませてる間にスープ仕上げちゃいます。これはチキンコンソメ、これにもずく入れるだけです。これはねすごい簡単で、一煮立ちさせましょう。これで塩が足りるか確認で、うん、大丈夫だけどもうちょっとしますか。棒銭ですね。これでカットしますね。ラップからちょっと外しますか。はい、こういう感じですね。端っこ落として、お、熱っ。意外とカットが難しい。ペーパーの上で
じゃあこのまま盛り付けに行きます。慎重に。これで、ボーゼのバロティーヌが仕上がりました。はい、じゃあいただきます。あうまい。なんかいいっすね。一口サイズで食べれる大きさ。うん、魚めっちゃうまいですね。これこれ多分すぐなくなりますよ。うん、ボーゼの歯切れがいいですね。程よい繊維となんか口の中でホロホロホロって崩れる感じが、これつまみに最高っすね本当に。これで煮付けとか作ったらめっちゃうまいんじゃないかなと思って、なんか醤油とかに負けないちょっとパワフルさがあると思うんですよ、これ。ボーゼうまいっすね。というわけで、今日もね、終わりが近づいてきました。ボーゼね、あれだけこう小さい魚なんですけど、すごい味がしっかりしてて、程よいんですよね、あの、噛み応えというか、歯切れというか、ぜひあの、食べていただきたいなってちょっと思った魚でした。興味ある方は参考にしてみてください。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。うん、なんか巻くの大変だったら、そうだな。ないな。他にないっすね。今ちょっと思い浮かばなかった。